大原寺市大原寺石大原寺跡の一大原。寺跡は奈良県桜井市大原にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。丹山神社が所蔵する大原寺三重塔福鉢に刻まれた名文によって寺の由緒がはっきりとしている。この福鉢は古代の金石文の重要な資料として国宝に指定されるとともに寺跡も史跡に指定された。名文によると、 中新阿蘇大島が、草壁御子を忍び寺の設立を発願した。大島の死後、姫阿蘇ぬ方によって後五年に寄港し近道と、上六の社迦像が作られ、二十二年後の和道八年に、三重塔が完成したと記されている。大島は、文献でも名前が確認できる人物であるが、姫阿蘇ぬ方に関しては、一切不明であり、一部に、飛鳥時代の歌人、 ぬかたの王ではないかとする説も出されている。東亜と東亜と東の祖籍大だから、女宿り木峠を越えて、桜井に抜ける、押坂街道の中ほどの丘陵地に、大原の集落があり、その南の端に、天馬神社がある。寺はその裏手に隣接した高台にあった。発掘調査が行われていないため、仮覧の規模や配置など、詳しいことは不明である。現在は、 塔後に、真相や礎石などが確認できるほか、東側の一段低くなった場所にも礎石が並べられている。ただし東側の礎石は、元からこの場所にあったのではなく、塔後の西側にある十三重石塔が建てられている、あたりから運ばれたと見られている。石塔が建てられている場所は、通称、近藤と呼ばれていて、礎石もいくつか確認でき、 ここに混同があったと考えられている。ありがとうございます。